皆様、新年明けましておめでとうございます。2023年、お正月ですね。いかがお過ごしでしょうか。私たち酒屋グループはもう1月2日から営業開始しておりまして、これを今ご覧になって、あ、どっかお店ないかなと思ったお客様はですね、ビストロイナシベ、サロイナシベともに元気に営業しておりますので、ラクロワーゼはちょっと前半休んでます。元気に営業してますので、ぜひ足をお運びください。で、2023年も、引き続き、株式会社酒屋、サロンイナシュベ、ラクロワーゼ、ビストロイナシュベを、ご贔屓に何卒よろしくお願いいたします。と、まあ本当年明け早々ですね、2月ぐらいに新しい企画がありまして、そのご案内を1月の中旬ぐらいにできれば皆さんに喜んでいただけるような展開が待っておりますので、言いたいんですけど言えない言わない、もうちょっと我慢して、はい、真冬にみたいな告知がございますので、真冬に寒中水泳大会じゃないですけど、そういうこう楽しいお知らせがありますので、ぜひ楽しみに YouTube の方をご覧になってください。まあまあ気が早いですけど、2023年9月にですね8周年を迎えますんで、8周年に向けてですね、企画目白押しでまたびっくりするようなご案内も、ちょっと早めに夏前ぐらいには、って皆さんおっしゃるようなご案内がありますので、そちらもぜひ楽しみに。あっという間ですね。もうこれもお正月の挨拶したらもうすぐ年末っていう感覚が僕にはあります。またもう2023年も元気に乗り越えてですね、2023年を振り返った時に、ああいい年だったなと思えるような1年にしたいと思いますので、皆様も良い1年をお過ごしください。セボンです。8周年はどこですか？8周年サロイナシュベ、はい、僕がもうあそこ抜けちゃうんで